皆さんこんにちは。今回は梅茶碗蒸しを作っていきたいと思います。まずは茶碗蒸しの基礎となる、卵液を作っていきます。白だしを使って作っていきます。水 180ml に対して白だしをこれ大さじ2杯、これでだいたい 200ml のだしができますね。で、卵をこれ L の卵ですね、これを1個とで、これを混ぜて、で、あと先ほどの合わせただしを混ぜて作ります。今回の茶碗蒸しは具は全く入りません。もう卵とだしだけです。で、あと梅はあん状にしてとろみをつけて上からかけます。で、合わせた卵液を一回細かいザルでこします。こうすると口当たりがよくつるんと食べた食感が良くなります。これを3等分して鍋で蒸します。この茶碗蒸しの器は中古品なんですけど、結構赤絵のこじんまりとしたいい茶碗蒸しの器が手に入りましたんで、今回は使っていきます。ちなみにこの器のお値段は1個150円でした。こんな感じの深い鍋があると蒸しやすいですけどね。フライパンでもやれないことはないです。そこにお水をだいたい器の半分ぐらいかぶるまで入れます。あとは沸騰するまで強火で加熱していきます。沸騰したら、あと火を弱火にして蓋をして、で8分ですね。これでセットします。1人前の茶碗蒸しの卵液はだいたい 70ml ぐらいですね。この卵液はかなり柔らかいんで、竹串で刺してみるとかそういう見方はしません。蒸し上がりの時によーく縁を見てみるとちょっとこんもりしてる見えますよね。これがもう蒸し上がりの合図ですね。かなり緩くなってます。私なんかは素手で取っちゃいますけど、まあ軍手とか、あと指、氷水に指をちょっとつけて持ち上げると熱くないです。今回の梅干しはちょっとね、皮が硬かったので、でよーく刻みましたけど、まあ、柔らかい、皮が柔らかいタイプの梅干しだったらそんなに刻まなくても大丈夫です。あと梅肉っていうか、梅干しじゃなくて梅肉っていうのが売ってますんで、それで使っても大丈夫です。大葉を今回は使いましたけど、まあ三つ葉とかでもいいし、あと枝豆とかそういう緑系のものをトッピングにすると彩りがいいですね。まずはお水を、これは200ミリリットルですね。
あと先ほど叩いた梅干しをここに入れます。でこれ加熱してよく混ぜて梅の味を出します。そこに白だしですね、白だしを大さじ1杯加えてもう一度煮立たせます。梅干しによってやっぱり味が違いますので、ここで味見をします。ちょうどよければそのままでいいんですけど、まあ酸っぱかったらちょっと水を足すとか、そういう感じで挑戦してみてください。でここで水溶き片栗粉を2杯入れます。で冷やし茶蒸しの場合は2杯でちょうどいいぐらいなんですけど、冷やすとちょっともうちょっと硬くなるんですけど、あったかい茶蒸し、あったかい茶蒸しにする場合はこれもう1杯追加して3杯ですね。そのぐらいのとろみがちょうどいいです。2杯だとちょっとやっぱり緩いですね。やっぱりもう一杯水溶き片栗を足してで加熱します。いい感じになりましたね。こんな感じの煮だれは OK です。これでちょうどいいんですけど、冷やし茶蒸しの場合にこれ冷やすとこのあんが固くなってしまうので、やっぱりちょっとしゃばい感じにして冷やしてください。あったかい場合はこれで OK です。梅干しで作るのがめんどくさいと思ってる方、この梅づくしっていうね、ノンオイルドレッシングがあるんですけど、これで作ると一瞬でできます。このドレッシングに対して水を1ですね、1対1でこれ混ぜたらこれで完成です。この梅づくしはね、結構ね使えますね。大根おろしと混ぜてとんかつに、あとカツオのたたきとか美味しいです。熱々のお茶蒸しもいいんですけど、ちょっとこれ冷ましてほろっくい感じで作りました。やっぱり暑い夏なのであんまり熱々はあんまりちょっとよろしくないなと思って、今回はこんな感じで作りました。茶蒸しはね、お吸い物の仲間に入るんですね、これ。なので、これ本当はこのままこう食べるんじゃなくて、まあ、このまま食べてもいいんですけど、これ混ぜてね、こうぐちゃぐちゃっと混ぜて、で、お吸い物を吸うような感じで食べると、本当にさっぱりして美味しいです。ぜひ、お試しください。